あれでしょ。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。これ福沢諭吉さんのこ言葉ですよね。と勘違いしてるでしょ。違うこれはね、福沢諭吉さんがアメリカの独立宣言の文章の中に、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずっていうふうに、世の平等を解いてるよねっていうことを引用して話してるんですよ。だから福沢諭吉さんが言ったことではないし、福沢諭吉さんが考えたことでもありません。 で、もっと言うとね、福沢諭一さんはこの後にね、小説の中でこういうふうに言ってるんですよ。そういうふうにアメリカの憲法には、天の上に人を作らず、天の下に人を作らずって言ってるけども、でも世の中には、貧乏な人も、金持ちの人も、力の強い人も、病弱の人もいるよね、と。なんて、世の中は不平等なんだって嘆いてるのが、福沢諭一さんが本当に痛かったこと。だからこれも逆に捉えてる人が多くて、福沢諭一さんは、 もううみんんんなな平等なんだよっっっててこととを言ったと思ってるけど違うんです福沢諭吉さんはそんなきれい事言うんじゃねえよとみんな大体平等でもなんでもねえじゃないかどういうことだっていうふうに憤慨してるんですよねさらに言えばですよその後で唯一私たちが不平等を乗り越えられるものがあるとしたらそれは勉強することだだから私の塾に入りなさいって言ってるんですよ <laughs> つまりはセールス文章なんですよねこれはねキャッチコピーなんですよ 多くの方が多分知らないと思いますけども全く福沢吉さんが言ったことでも何でもなくて福沢吉さんは自分の塾に生徒をたくさん入れんがゆえにこういうことを言っていたってことなんですよね、繰り返しますけども「天の上に人を作らず」福沢吉さんの言葉じゃないですからねこれアメリカの独立宣言の時の言葉で確か憲法だったと思うんですようーんだからねこう上っ面だけ聞いて鵜呑みにするともう手痛い勘違いをするってことなんですよねでも多分 この福沢吉さんの言葉として多くの人は勘違いしてるんで、そっちの方がもう常識化しちゃってるんでね。私ももうそっちの流れに合わせた方がいいかなと思いますけども、でも腹の中ではみんな違うんだけどなと思ってますよ、私は。